エラーニオ、ドリブルでずっと上がっていきます。エラーニオ上がっていく。代表メンバーのエラーニオ。さあ、左サイド。4パラーテと出ていったと思いますが。あ、シュートもありましたからね、クロデスのシュートも。ボールを持っているのは、エラーニオ。エスラーがファールを犯しました。ゲームを見て、ピアセンサーに負けたということですけどね。まあ、リーグ戦でも1敗しかしてないですね。そうなんですね。サンプドリアに2対3でということについて言いますと、サクス持っていますエラーニオ。マークに入るスカルティリンです。ボールをエラーニオが持って上がっていきます。スライディングタックル。インチューとすれば、はい、うまくいかないなっていうのがプレーに出たような感じですよね。あれだけプレッシャーかかったらそうはできないでしょうね、はい。エラーニオボールを持って中に切り込んでいく。エラーニオ